教頭？教頭。教頭？はい、教頭先生は校則に厳しい方で、目の前で廊下を走ったりするとどこまでも追いかけられて。どうだ、捕まったら最後。ディーズリー、反省しなさい。ディープキスをされるという精神的体罰。いえ、あれは肉体的ダメージの相当。元陸上選手で、いまだかつてあのキスから逃れられた者はいないという。その二つ名は、地上で最も音速に近いババア。この格好にあんな妖怪が。ちなみに蓮太郎君はキスの経験とかありますか？ないよ。